はい、ハルチゴレです。ということで、メタシークレットの話をしています。メタシークレット YouTube で見れます。検索したら出てきます。倍速で音声として聞くのもいいと思いますし、やはり映像を見た方が、わかりやすいと思います。ちょっと入りは怪しいかなと思うんですけど、まあ、スピリチュアルの入り口としたらいいのかもしれないですけど、まあ、エネルギーの話ですね。引き寄せの法則を流行らした、映画とも言えるなと思いますね。シークレットっていうのが初めての映画でした。それで、ボリューム2で、メタシークレットっていうね、映画ができました。すごく、わかりやすくね。まあ、生き方の法則を説いているような話があります。興味あったら見てもらう、もしくは音声で聞いてもらうのもありかなと思ってまして、今まで私が思考の法則、リズムの法則、投影の法則、量性の法則、極性の法則、原因と結果の法則、引き寄せの法則の話の中の思考、リズム、投影の法則を話しさせてもらいました。じゃあ次は、量性の法則という話をしようかなと思ってます。なぜ私がこんだけねスムーズに話せれるかという言うとマジで狂ったように聞いてたからですね。はい、ということで量性の法則、量性の法則というのは、男女の関係性ですね。この世界は男と女しかいないんだということですね。今まではね、その過去の価値観パラダイムとしてはね、やっぱり戦争とかもありましたし、発展していく必要があった、追いつけ追い越せみたいなね、競争社会、戦争などがあったんでね、どうしても男性性のエネルギーが強く、言ったらね、もう男尊女卑とかっていうね、世界観、価値観があったと思うんですけど、今ね、そのバランスも崩れてきて、今はね、こう令和2年、2020年になりましたからね、ですね、女性性のエネルギーがね、今はね、強くなっていって、まあ言ったら僕自身もね、結構、これ女性性のエネルギーが強くなるっていうのは、女性がどんどん活躍していくっていうのもあるんですけど、別に女性が女性がっていうことじゃなくて、男性の中にも女性性のエネルギーがある、女性の中にも男性性のエネルギーがあるように、全体的な世界の価値観というかね、このエネルギー状態がちょっと女性優位になっていく、女性性のエネルギーが働いていくということですね。そして僕自身も結構女性性のエネルギーもともと強いなと思ってるんですけど、こういうような僕みたいなエネルギー状態っていうんですかね、まあ、ちょっと中性的なというかね、ほわっとした、優しいエネルギーが、世界を取り巻いていくような感じっぽいですね。そこはでもちょっと世界見ててもなんかそんな感じがしますね。確かにね、はい、両性の法則とは男と女でやっぱりね、この地球は成り立っているように、動物もそうですよね。メスとオスありますからね、全ては男と女でできている。そしてそれもエネルギー状態でこの世界がね、うまいことまとまってるという情報っていうか状態ですね。それを知るということですね。昔の人ほどね、やっぱちょっとまだね、男尊女卑みたいな傾向ある人いますよね。別にもう時代的な背景あるからね、悪いとは言いませんですけど、セクハラする人とかね、なんか、お前女のくせにとかね、おいお前とかね、お酒持ってこいよとかね、そういう人いますよね。まあそうじゃなく、男は女性を尊重し、女性は男を尊重し、男ほどね、マジで女性尊重しないとダメですよって、ね、もう声を高らかに言いたいんですけどね、痛い目見ますよっていうね、痛い目見ましたよ私はってね、本当にね、男性は、ね、女性から生まれてるわけでして、基本的に勝てないですよね。筋肉つきやすい筋肉ぐらいじゃないですか、力なんてね。女性でも鍛えたらね、男より強くなりますよ。精神状態は女性には勝てないですよってこともね、ちゃんと知っておいてほしい。女性は、男性の素敵さを知ってほしいっていうのもありますけどね。そう、結構ね、斉藤ひとりさん好きなんでね、斉藤ひとりさんの話ちょこちょこ出すんですけど、面白いこと言ってまして、女性はちょっと下ネタじゃないんですけど、そのチンチンのついてない男性なんだっていう風に面白おかしく喋ってたことが、ありました。ですね、すごくわかるなって思うんですよね。やはり女性は強い、女性は素敵、女性って、これ私の持論なんですけど、月のものがあるんで、何もしなくても自分はアップデートしてると思うんですよね。自分何もしてなくても女性の備え付けの機能で、月のもので、ジュ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 って、すぐアップデートしていると思っております。だから感受性豊かだし、話もうまいっすよね。男性ってね、やっぱりね、僕のように、こう、なんか、
ちょっとでもね練習とかしていないとねなかなかね話ってうまくないと思うんですよね。だから女性は話もうまい、マルチタスクができる、なんだまああれだ、ステータス高いと思ってます、で男性の場合はね好きなものもないからもう本読んだりとかねこう勉強していかないとねなかなか自分アップデートできないです、私も今回のライフ男性で生まれてるんですごくわかりますね、男はいつまでもガキのままだバカだとか言いますけどすごくそれわかります。そうだと思ってます。だから、勉強して学んで学んでちょっとでも賢く、このね人生を生きたいと思うんですよね、女性はすごいということです。はい、両性の法則とは、女性は男性を知り男性は男性を知ってね、お互いエネルギーの状態よくね、この世界は男と女しかいないわけなのでね、35億とかねブルゾン GM さんも言ってたように35億いるということですね。男も女もバランスよくやっていこうということですね。はい、私もバランスよくやっていくというか、まあはい、今日も進めていきたいと思います。素敵な女性はたくさんいます。幸せだなということですね。はい、ありがとうございました。